じゃあお名前と担当パート教えてください。小森です。パーカッションパートです。パーカッションパートです。キュレです。パーカッションパートです。はい、じゃあ明日の公演に向けて、もう今日が最終練習ですがどうでしょうか。今まで練習してきてどうですか。もう出し切るしかないなと思ってます。一人ずつ明日の公演に来てくれる方や配信を見てくれる方へのメッセージをお願いします。私たちも結構緊張しているんですが、明日は皆さんに私たちの音楽を聴いてみて、楽しい気持ちに、幸せな気持ちになってくれたらいいなと思って、明日楽しみにしててください。いつも応援ありがとうございます。こういう本番ができるのも、応援してくださる皆さんのおかげです。明日は楽しませれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、皆さんのおかげでこういう会が開けると思うので、自分たちは笑顔で盛り上がって、やっぱりお客様が一番盛り上げていただければ嬉しいかなと思います。はい、じゃあバイバイとかやっとく。お願いします。はい、シューザホンタートのゆるもあです。さあお願いします。フルートパートのすずかです。お願いします。フルートサックスのりのです。お願いします。お願いします。はい、じゃあ質問です。明日本番ですが今の気持ちどうですか。実感がないです。逆に実感がありまくりで、お楽しみです。おすごい楽しみです。いいねいいね。はい、じゃあ今日までいっぱい練習してきましたが、練習どうでしたか。楽しかったです。めちゃめちゃ先輩と久しぶりに会って、後輩がいない状況でなんか、どんな感じかなと思ったら、めっちゃ先輩が優しくて面白かったです。嬉しいです。ゆるわんもやってたんですけど、先輩がもと喋れなかったわけじゃないですけど、こう仲良くなんか笑いながら喋ったりして練習できてるのが幸せでした。ありがとうございます。私も同じなんですけど、久しぶりにみんなと楽器吹けて、すごい楽しい時間を過ごせました。かわいい。じゃあ明日来てくださる方とか、この配信を見てくださる方へのメッセージ一言お願いします。決して高くはないチケットとか、配信のうちもそんな安くないと思うんですけど、それでも買って私たちに興味を持ってくださってすごく嬉しいです。それぐらいの私たちも気持ちを返せるように頑張ります。コロナでわざわざ足を運んでくださる方も限られてると思うんですけど、配信で見てくださる方たちなど、画面越しでも伝わる楽しさを考えながら明日はやりたいと思います。私たちからエネルギーを出せるように頑張りたいと思います。パチパチパチ、ありがとうございます。じゃあバイバイ。かわいい。あ、はいはい、じゃあ最初に自己紹介お願いします。
パートのたまちゃんです。カラーガードパートのマフランです。はい、お願いします。お願いします。まず明日本番ですが、まあ、今の気持ちどうですか？ドキドキと楽しみな気持ちが混ざった複雑な感じです。まあすごい緊張してるんですけど、本番では楽しんでやりたいなと思います。今日まで練習いっぱいしてきましたが、練習どうでしたか？同期の子とか先輩とかと楽しく練習することができて、元気戦に戻ったみたいで楽しかったです。結成してから約半年間だったんですけど、すごいあっという間で楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ、最後に明日来てくださる方とか配信見てくださる方へのメッセージをお願いします。コロナの影響でたくさんの人が見に来ることができないと思うんですけど、それでも見に来てくださる方や配信で見てくださる方のために頑張りたいと思います。見てくださる方すべての方に楽しんで見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあバイバイってしててください。バイバイ。かわいい。クラリネットパートのリナです。サックスパートのみのりです。サックスパートのニーナです。お願いします。お願いします。まず、明日本番ですが、今の気持ちどうですか？まだ実感がないです。すごい、緊張してるけど、みんなと練習しててすごい楽しいので、楽しい本番になればいいなと思います。私もまだ実感はないんですけど、皆さんを、皆さんと一緒に楽しめるような本番ができたらいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、今日までいっぱい練習してきたと思うんですけど、練習どうでしたか？楽しかった楽しかった。思い出しました、現役の頃。じゃあ、最後に明日来てくださる方とか、見てくださる、配信見てくださる方へのメッセージお願いします。私たちが今できるもう全力の 120% のパフォーマンスをお届けするので、ぜひ一緒に楽しみで盛り上がっていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。かわいい。カラーガードパートのみつきです。クライネットパートのゆいです。カラーガードパートのあやかです。お願いします。お願いします。はい、まず、明日本番ですが、今の気持ちどうですか？緊張してるんですけど、久しぶりにお客さんの前で演奏、演技ができるので、すごく楽しみです。なんか練習が十分にできてないところもたくさんあるんですけど、自分たちが今できる一番いいパフォーマンスを見ていただいて、楽しめたらいいなと思っています。もう本番っていう、ちょっとの焦りと、あとは楽しみやなっていう気持ちがあります。じゃあ今日までいっぱい練習してきたと思うんですけど、その練習どうでしたか？なんか現役に戻ったみたいで楽しかったです。みんなでいろんなところを話し合いながら良くしようとして練習してきたので、良かったと思います。上下の関係が結構ほぐれてきて、みんなで笑いながらできるのがすごい楽しかったです。では最後に、明日来てくださる方とか配信見てくださる方へのメッセージお願いします。私たちも久しぶりの本番で、なんかあんまり完璧にはできないかもしれないんですけど、精一杯やって楽しいという気持ちを届けられるように頑張るので、皆さんも一緒に楽しんでください。しっかり私たちが、自分たちが笑顔で楽しんで、皆さんにその
楽しい気持ちを伝えて、会場全体とか配信見てくださってみんなが明るい気持ちになれるように頑張るので一緒に楽しみましょう。久しぶりの本番なので思いっきり楽しんでやりたいと思います。かわいい